ファンタスティックスの八木勇進が静岡熱海市の温泉街を巡り、温泉で汗を流す第一 TV 静岡第一テレビ男前温泉が4年ぶりに復活、放送された。同番組は同局の夕方情報バラエティ丸ごと毎週月金後6時15分後7時内で2020年度に八木が出演し放送されたコーナー。今回八木が丸ごと30周年サポーターに就任したことを受け、期間限定で復活したランニングをしながら熱海の文化や人気スポットに触れた八木が様々な表情を見せ、鍛え上げた肉体美を惜しむことなく披露する同番組。復活を望む声が多く上がっていた。